さん。あんまり気にしてないかもしれない。Thank you.
減ってる。先頭の1羽のペンギンはとても順調によちよちと階段手前までやってきてくれています。さあまだ外で遊んでいたいんでしょうか。ちょっと足取り重たいですね。さあそして最後の階段はよいしょ、はい、上手に飛び越えて上がってきてくれています。最後はこのスロープを通って小屋に帰っていきます。そしてこの小屋の入り口には消毒液の入った水槽が置いてあるんですが、そこで足の裏をしっかりと洗って帰っていってもらいます。さあ中にいたペンギンが出てきてくれましたが、さあもうみんな帰るよ。はい帰ります。
さあペンギンたち集団で行動するので、最初に1羽が動くと割とその後をみんな続いていってくれるんですが、もうこのペンギンたちだいぶ慣れているので、みんなそれぞれ好き勝手に動くようになってきています。さあ階段を上がってください。はい、よいしょ。さあまだまだ外で遊んでいたいんでしょうか。スロープの下に隠れている子もいますね。ちなみにこのペンギン、毎回このように下に隠れてしまうんです。なかなか中に入ってくれないんですが、よいしょ。はい、次の子たちが帰ってくるので、よいしょ。はい、じゃあ最後はちょっと強制的に、はい、帰ってもらいました。さあ1回目のペンギンたち帰ってきてくれたので、2回目のペンギンたちの準備ができるまで今しばらく